聞くような感じで聞くんで、まあ、この間の先日ソニー、いや、まあ、もう始まってるな段取りがあるんだ、ってからこれも、こんにちは、デジの部屋へようこそ。これ撮ってますか、撮ってます撮ってるでしょ、撮ってますああ、ね、ツンデレね、乗ってるね、ちょっと今回ためよう、ためよツンデレね、乗ってるね、中山美穂です。よっリズム感が入るね、全然ごめんしよう俺も笑っちゃった途中でじゃあ乃木くんリズム感ある感じでやってもらっていいですか、うんうん、僕がですか、うん、これですか、うん、一人でやって参考にするので、もう勉強させていただきます、勉強不足の私たちで申し訳ない、うん、ついてるね、乗ってるね、中上違います。これ、あの、今後のオープニングこれでいきましょう。あ、そうですね、全てのデジ声だけすごくよくしてるな、ついてるね、乗ってるね、中山美穂です。デジさん、はい、始めましょうこんなそんなにも時間使っちゃダメ、うん、これがメインコンテンツなんで、あの、なんでそこに力入れちゃうの、ぬぎちゃんはね、最近ソニーそうようやく買いました、ね、何、はい、あのソニーさんから出ている、うん、ミュージックカムレコーダー、うん、MV1 でしたね、下の方が、うん、これ買いました、うん、これはちょっと演奏の合宿があったんで、うん、自分たちのこのアンサンブルをどういう風に撮れてるかとか、うん、録音したんですよ、うん、あれも楽器やってる方も絶対買った方がいい、うんうん、音がいい、なんかどっかのブログでも言ってたよね、あれはビデオカメラだけどもう本当に音がいい、もうミュージックレコーダーだってね、本当に音がいいですよ、うん、あの MP3のデータでもすごい音いいです、そのもうマイクが違いますね、うん、結構携帯とかでこう録音してこう確認するとかあるんですけど、うん、全然違う、ほうってなりますけど、ただちょっとあれですね、あのスピーカーがしょぼすぎて単体では聞けない、あ、音いいのに本体のスピーカーしょぼいから聞けないっていうのと、あと、あれ笑うところはどこない、僕もガチ笑っちゃってました、ハイレゾ対応のコンポカ買って、あ、でもあれもハイレゾ対応じゃないんじゃないでしょうか、あの CD 音質以上は取れますけど、多分取れないですね、うん、CD の音質以上は確か取れる、まあ厳密にはハイレゾなのかもしれないですけど、うん、まあ、まあ関係ないですね、うん、全然これどうやって買うんですか、いや、だから、困った時は、うん、懐かしのアイドルの小ネタが編集点ができるんですね、だからこのタイミングで、ね、おまんら許さんぜよ、浅香唯衣ですこんなのぶっこむのよ、浅香唯衣さんってあのおばさんですか、あ、おまんら許さんぜよは南の陽子だ世代じゃないからね、うん、そうだね、だからさ、今日ちょっと聞いて初見でした、今日さ、ひなちゃんのね、ひなちゃん、俺今日撮影してたんですよ、はい、いつもあのデジタルから、はいはい、専属モデルのひなちゃんなんですけども、はい、お父ちゃんとか母ちゃんいくつって聞いたのよ、はい、42です、俺と一緒じゃねえかバカバカじゃねえのパパパパ、うん、びっくりした、パパって押してるんですか、言わせてねえよ、言わせてパパって言ってもらうって言って、ビッグ同級生だよ俺子供取ってるんだよ本当に、42ですよ、たけしさん42ですね、あ、自分二十歳ですけどたけしこの野郎びっくりしましたよ、俺お同級生じゃん、お父さんお母さんよろしく言っといてびっくりしましたよ、まあそれだけなんですけどね、いや、そう、こっから戻ってくるの何も拾う要素ない、うん、まあ僕もあの、うん、子供ができたらいいなって思います、あれでもデイさん、そしたらえ、ちょっと待ってちょっと待ってデイさんも子供ぐらいの年ですよ、そうだ、ヌイちゃん今いくつ22ですね、ほら、お
おお。マジ22。だからこの。あれ何年生？3年生です。あれ？あれ？おや？おや？おや？どうした？時空が時空が乱れる。俺の子供って言ってもおかしくないの？20人って。そっか。うん。まあ、まあ、そうだよね。だから20歳。20歳年の差があるんだから、俺20歳で産んだ子だ。産んでる。産んでないけど。産む設定ですよね。パパで産むな。仕込む。仕込む。パパお小遣い。パパ。パパお小遣い。ダメよ。ダメダメ。すごいですね。すごくねえよ。すごくねえし。あ、まあミュージックカムレコーダーの開けられる方はぜひ、うん。これどういうテーマ？脱ぎレコーダー、うん、脱ぎレコーダーだね。ねえ君最近恋してるの？それ言ってダメって話じゃん。無茶振り？おっと、大丈夫？うん、大丈夫です、ね、本当もうずっとフリーなんで、ずっとずっと。でもさ、俺マジさ、脱ぎちゃんの若い頃はさ、マジで俺やりたいとしか思わなかったよ、本当に。脱ぎちゃんの若い頃っていうのはよく分かんない。本当にさ、いかがわしいと思うかもしれないけど、男ってそうだよね。もうやりてやりて思わない？放送できる範囲だね。やりたいとか、本当に女の子と本当に遊びたいって気持ちすっごいあるんですけど、遊びたい、なんかイチャイチャしたい、カットでイチャイチャしたい、カットしなくてしたい、カットしたいよ。ブ俺ブーブー言ってたよ、だって。ブーブーブイ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 じゃない、ブーブー言ってた。ブイブイ誰が言ってたやないの、低すぎだもんよ。そうですね。本当に海ちゃん22でしょ。毎日やってたもん俺一人で。あれ？それはあれ？僕もちょっと毎日ちょっとできない。全然。でしょ、もさ。いやそれ流していいんですか。いやいいですよいいですよ。流していいんですかってなると僕に振らない。来いよ来いよ。これ脱ぎ特集だからね。本当削除していただきたいですね、本当。もう全然ないですけど。いや、本当に、だから、ね、なんか草食系男子とか言われてるじゃないですか。うん、あ、そうなんだ。だからね、たけしさん、僕らの世代は、どちらかというと、もう、肉食系男子ですよ。そうですよ、アメージングな感じですね。そうそうそう、アメージング。スパイダーマンですよ。はい、飛ばしまくりですか。今はほらもうスパイダーマンじゃないじゃん、糸張れないですか。 X メンじゃん。できませんよ。 X メン。 いいこと言ったね俺。ちょっとうまいなと思います。そこまで拒否してるわけじゃないですけどね。体力じゃないですけど、そこまでなんか下半身ガサツいってないですよね。誰も得しないですね、これ。いやいや、得するって、これ、これだって見ながら。麦ちゃんはだから、今20代代表だって。ちょっと見て。あそこにも20代。知ってた？1歳、1歳しか変わんない。マジで？1歳か2歳しか変わんない。麦ちゃんは今23。3。おー。学年的には24。わかおかしくない？おかしくない？それおかしいです。そうそうだ。つ多分学年は2つしか変わらない、まあ、そういうこともあるかもしれないですよね。人生いろいろありますからね。うん、2年ぐらいでこっちだった、ね、まあ、まあでも人生楽しんでまとめた。人生が、ま、人生頑張っていきましょう。いやでも本当にぬぎちゃんは羨ましいよ俺。何ですか、若さですか。いや若さが、うん、本当にね、たけしさんね、いいっすね。ね。ね。最近お酒飲めるようになったんですね。二十歳だったら。そう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 、はい。今日デビューです。あ、そう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 。大変ですよ。ね、今日もう帰れませんよ。ね。マスターかけて。ほっとかれますから。ね、ヒグさんね。戻りたいよね。ヒグさんの顔優しい。いつ戻りたい？まあまだ若いけど。戻れるんならいつ頃に戻りたい？いつですかね。なんか全然かけ離れちゃってるけど話が。
俺はね、高校だね。10分で。はい、バイバイ。